蓮舫とか出るとか言っといて公約はこれから考えますとか言ってねな、ね、めきってるでしょ配当量制を導入したらどんな悲惨なことになるかってそれではご覧くださいさあ今回取り上げるのは7月7日に投開票を迎える東京都知事選挙です、まあ、後ほどいろいろ詳しくもちろん伺っていくんですが孫徳さん一言で言うと今回の選挙の見どころは何でしょうか選挙の見どころ、はい、それもうたくさんに言ってもらった方がいいんじゃないの <laughs> 選挙の見どころって何え罰ゲームでしょ <laughs> <laughs> 都,都,民都民に対する罰ゲームあるいは天罰だっていう人もいますね, <laughs> ねああいう中から選べっていうのは普段都民がですね<ー>ろくなことしてないからね神様が怒ってるんだっていう話もありますけどね。<ー>ババ抜きかと思ったら <laughs> えどちらもババ <laughs> じゃあちょっと今日はいろいろそんなあたりでいろ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 な話が聞けそうだなと思っておりままますすよろしししくおお願いしますえ、ま、ずは東京都知事選挙を巡るニュースからお伝えします。 7月7日に行われる東京都知事選挙で6月12日時点で40人以上が立候補の意向を示しています。前回2020年の都知事選は過去最多の22人が立候補しており、今回はその前回を大幅に上回る立候補者数となっています。 そんな中ついに東京都の小池百合子知事も6月12日東京都知事選に参選を目指して立候補すると正式に表明しました自民公明両党などが自主的に支援する見通しです一方立憲民主共産社民各党は立憲を離党して無所属で立つ蓮舫参議院議員を支援する方針で事実上与野党の対決となりそうです えということで、まあこの注目となっているのが現職小池百合子都知事と蓮舫氏との対決ということなんですけれども、まずは蓮舫さんからいきたいなと思うんですが、いきなりきましたね。はい。なぜ蓮舫さんは今回都知事選に立候補したのか。ちょうどタイミングが良かったと思うんです。そのまあもしかしたらえっと6月に解散かもしれないというふうに言われていて、まああまりにも。 今の総理大臣がひどいので、6月に解散ができなかったと。で、そして先に7月に、えー、都知事選がありますと。はい、で、そうすると、まあ、ずっと、あの、蓮舫氏は、その衆議院にいをしたいというふうに考えていたはずなので、うん、9月のね、その、 総裁選、あの自民党の総裁選、まあ、あの前後に多分、選挙、もう解散総選挙があるだろうというふうに言われているし、そのタイミングじゃできないってみんな、あの、与党の人たちは言ってるので、うん、そ、そこで、まあ、今回もし負けたとしても、うん、え、次のその、2ヶ月後の、まあ、2ヶ月後にあるかどうかわからんよ。まあ、いずれにしても、あの、1年、あの、後にはあるわけだから、<laughs> えその衆議院に、また出れるという算段もあって出るんじゃないの。うん、あとは、ま、自民党が、ね、こんだけ、 ケ、えー、ジョンケジョンになってるからまあもしかしたら勝てるかもしれないという、うんえー、こともあってタイミング的に多分彼女にとってはよかったから出るんだというふうに思うけどまあ学歴詐称と二重国籍者の対決でしょ。とととかか出るとか言っといて 公約はこれかから考えますとか言って、ねね、舐めっててめきるでしょまあ要するにもう私利私欲しかないわけであって今孫徳さんが言ったような解説で私もそういうことなんだろうなと。でまあ何だかんだ言ってですねあのー、緑の。うん たぬきさんの方が強いから、あの、受かるとは、まあ、ワンチャンあるかもしれないけど、うん、まあ、受からない。だからね,ね、まあ、とにかく、まあ、あの、まあ、緑のたぬきの方もね、7つのゼロとかいう公約どうなったのって話で、<laughs> 今、8つのゼロになってるよね。7つの公約全部ゼロ回答でしたっていう8つ目のゼロができてるっていうぐらい、ね、もうね、本当にね、もう罰ゲームでしかないわけであって、まあ、でもしょうがないよね。これ、都民の、やっぱりね、都民に対する天罰だったらその通りでね、やっぱり真面目に考えてないし、誰だっけ結構ね、 えと有名な人が誰か言ってたらこの東京都知事選っていうのは日本に大統領選を導入したら大統領制を導入したらどんな悲惨なことになるかっていうあのさあのねあの見本だとまさにそうでしょうでも実際そうやると結局人気投票の中アメリカ見たってそうじゃないですかバイデンとトランプの争いを見ても泥仕合だしまあだからね ということですね。<laughs> はい。まあ、ソビエト連邦ですからね。ソビエト連邦か <laughs>。<laughs> <laughs> 与野党対決って言ってるけどね。その点で言うと、だって、そもそも小池都知事って、前回は反自民で出たはずだよね。前々回。はね。前,前,回ね前,前回はね。で、それを押すわけでしょ。で、今度、連邦は、ええー、まあさっきね、あの、あれ、与野党対決、事実上の野党対決って話しましたけど、でも野党がつったって連邦を押してるのって、ね、まあ、立憲と、 社民と共産でしょ<産>まあ順番ででうとと共産と社民でしょ、はい、これ野党っていうよりも極左の連中が推してるっていうことだからね与党の方はある程度立地するかもしれないけど野党にはまだねもう少しあのマイルドなもうちょっ,とま,っと,うなまとまともなまともな維新だとかね国民民主とかあるわけだから野党対決ってのはちょっと違うかなっていう感じもするんですよね。 まあ今日のこの収録が6月14日ということで、まあ皆様ね、こう見てくださっている時には。またこういろいろちょっとこう変わってきている部分もあるかもしれないですけど。本当にこう公約っていうのがなかなか出なくて。まあお互い小池さんとこう蓮舫さんで。出方を見てるっていうところなんでしょうか、ね。そうですよね。うん、まあ結局公約っていう面でいうと、さっきのね、ほら七つのゼロが何もね。はい、あの八つ目のゼロになってるってことぐらいなんで、うん、小池。 知事にしたって公約なんていうような話ないんだっけいちいち見てもないけどダッシュアワーの混雑ゼロとかそうでした満員電車のゼロみたいなあの2階建てにしてっていうのね都民をなめてるっていうかでもなめられてるやつをねなめてるやつを当選させるんだからなめられてもしょうがないよね都民はね地下鉄どうやって2階建てにすんだと思ったもんね俺ほんと無事で行くなかなと思ってでもそもそも俺最初からそう思ったよ のリテラシーを舐められてんだよねでしかもそのその通りの期待通りの結果出してるからねトミーはねーやっぱり神の天髪当たってもしょうがないよまあそれでも選ばなきゃいけないっていうところがねどうしてもあるんですけど、うん、この人たちさ別、はい、にね俺蓮舫さんも会ったことあるし小池さんもあるし、うん、蓮舫さんも別に会えばいい いいお姉、ね、ちゃん、俺、た誕生日が一日違いで。お兄さんねあ、お兄さんねとか言う、いや、一日しか違うじゃん。えー、違うねえじゃんって。まあ、会えばね。はい、とは言いながら、例えばさ、その、今回、神宮外苑の話とかしてるけど、そもそも神宮外苑ってさ、あれ、あの、明治神宮が持ってる私有地であって、別に東京都庁が、 あの東京都知事がどうこう言えるような話じゃなくてまあ開発許可は与えるかもしんないけど、ええ、それ公約にするとか本当そもそも法律を知ってるのかいと、まあ、小池さんにしても。はい、っていう俺素人の俺が考えたって分かるぐらいのさことをさ平気の閉鎖で言ってくるからびっくりするわな。んなんていうのかなその言葉の遊びみたいなことで、えー、言ってるんだって現実的にこううしたらどうなるあとね首長って実は別に決定権は持ってなくて、はい、その。 あの条例を作るのは議会だから議会に条例を上げることしかできなくて自分は何も別に決定するわけじゃない行政府の長だから東京都庁の職員の,の、えーかえー、と上であって予算権とその人事権を執行はできるけれども条例作るのは議会だからねななんんかみんな間違ってるけどだから、まあ、だ要は公約って言っても議会に諮ってそれを実現するんだっていうことを。 あの、選決事項っていうのはあるんだけど、選決事項って別にその大統領みたいにその拒否権とか持っていて、うん、議会が開けない時とか、うん、議会で図れない時とか、緊急を要するものということでしか決められないんだよ。なんかね、何でもかんでも首長ができると思ってるって、なんか、 ちょっと違うんだけど、まあ、それなりの大きな権力は持ってはいるけれども、法律上は孫徳さんの言う通りだし、だから実際、ほら、後でちょっと話するけど、小池百合子と蓮舫だけじゃなくて、ほら、あの、石丸だとか、あれも俺、全員対してぐちゃぐちゃ言ってるけど、X ではね、もうね、あの、徹底的に話してるけど、あと、玉上氏だとかね、あるけども、もう、 これなんか、ホレモンとなんか、ね、あの、あれ、出てたらしいね。俺知らん今日、井川さんが、な,なんか、これ、ホレモンがなんか、あの、井川<う>さんの話題、話題振ってたよっていうか、何いったの<う>言ったら、なんか、井川さんが X で随分石丸さんのことを言ってるけど、<laughs> どう思われますかってっいや、今度丁寧にご説明したいと思いますみたいなことを言ってたっていう話なんだけど、<laughs> えー、いや、別に説明いらないんだけども。えー、まあね、現にその、今の話、トントクさんの話で言うと、うん、その、えっ、ー、と、方の師匠の方、はい、石丸氏。 一気目の途中で投げ出して東京都知事とかなめてるけれどもこれもまたなめてるけれども彼がなんだっけ最後に政策否決してたよね議会がなんだっけあれ学校関連な子供なんとか関連っていうのかな、はい、実際にだからオールヨードになれとは俺も言わんし、えー、お,お互いのチェックアンドバランスだからきちんとするべきだとは思うけれどもその議会とうまくこうなんていうのかな あの二元制でやらないとちゃんとしてやらないと議会が否決したら何も決められないのでまさにアメリカと一緒月年間予算が7兆円とか8兆円あるから、はい、あの GDP で言うと何だっけ上から数えて、ね、スウェーデンぐらい<え>、うん、スウェーデンぐらいあるスウェーデンぐらいあるなスウェーデンそんな小さいんだけ全部で一般会計全部入れてるんで、ね、13兆円ぐらいある、うん、東京都 <laughs> だからそうするとまあ 本当に一国のある程度の国のね大統領みたいなもんなんだけどもでもアメリカの大統領だってやっぱり議会と対立すると政策は実現できないんでまあかといってやっぱり大きな権限を持ってるっていうまあチェックアンドバランスの状態なんだけどまあだからねさっきのそれ男性4人並んでたのもねババ抜きもババ抜きだこの時事抜きも時事抜きも大変だよねこれねまあ時事までいかない人も入ってくるこれもうね俺いつも言ったのは別に男前とかねイケメンとかいう意味じゃなくて女性の場合もね別にねあの え、美女だなんだって意味じゃなくて、いつも俺は顔に出るっていつも言ってんだけど、顔に人間性が出るって言ってるけど、この中から選べって、俺はこれちょっと、これも天罰だよな。すごいね、またね、ドクター中松さん、また出てんね、95歳でそ。そうか、そうか、そうか。あ、本当です,すごいよね、95歳で。ほですね。これはもうずっと貫かれるでしょうね、らく、ねね。これ何人4 50人でしょ井上君ん、京田君でいくらか知ってる そもそも教託金って知ってるほらほらほら。教<ー>託金っていうのがあってね。まあ、あの、要は選挙に出るためには、売名とかを、だけを、こう、阻止するために、お金を積まなきゃいけないんですよ。東京都知事選だと、えー、300万円を東京都に納付するんです。で、ある一定の得票を取らないと、それ没収されるんだけど、東京都知事選だと1割の得票を取らないと、<割>有効得票数の、没収、うんえー、されるから、これ4 50人いるから、1億円ぐらいになるんですよ。没収されるの。で、それは、 との一般会計に入るから、との税収をこれで1億円売ろうんだよ。え、今いくらだって ?300 万。300万。あの<万>、この、ヘズマリューとか <laughs> 入ってんだよな、<ー>そういえばな。多分ね、参議院は600万ぐらいなんだよ。<ー>確かあ。あれによって違うんだ。違う。衆議院とね、参議院は違うんですよ。あの、 全国比例とかなんで、ちょ、ちょっと違うはず。あの、俺の記憶が、<laughs> あ、多分間違いない。衆議院と参議院違くって、首、基本300万です。<laughs> なので、あのーな、なんで出たいのかね。そう、この人たち、一応300万ほぼ没収される人たちなんで。<laughs> <laughs> まあ、へ、へず、へずまとかね。へずまりゅうとか、まあ、あれは YouTube ネタにするんだろうけどまあと、ドクター中松はね、もう、ここまで来たら、もう、一緒の、一緒の、一緒、ある意味、大したもんで、まあ、あの、まあ、なんか、ライフワークみたいなもんだからいいんだけど、うん、<あ>そうそう。ライフワーク、ね。小林幸喜さん、もう80なんだって。<ー>小林幸喜さんはあれだよ。も、もともと小池百合子が、と、あの、東京10区、昔の東京10区から出たとき、その前に、あの、自民党の議員をやってた、あの、計算官僚、元通算官僚ですよ。えー 清水国脇さんなんてあの川口湖だか、うん、あの山形湖だか引っ込んでたのになん<あ>で熊田東京に行くのかね<え>あの人も知ってるけど<え>、まあ、玉上さんも玉神さんもな、ね、あとは知らんな俺誰か知ってるもん高さんいや知らん知らんよね 立候補者多いんとに、ね、お, <laughs> お金余ってるからとりあえずへえすげえなんかちょっと若干イベント的な感じになってるうーんねえ,ねえとりあえず,あえずまあ俺出たんだぜってこ<て>う夕方に300万円使ってやるまあね東京都知事ねやっぱりねこれやっぱこういった遅延血縁がない東京みたいな大きな。 あの、自治体。まあ例えば大阪府なんかでもそうだけれども、結局、地名と勝負なんだよね。そあの、政策だって関係ないし、あの、だから、まあ、ね、過去にはだって、意地悪ばあさんがね、都知事やったりだとか。しかも、あの時、選挙運動しないって言ったからね。あの時、選挙運動しないって言って、通ってるからの人。なんだっけ、万博じゃなくて、なん、なんかのあれを。都市博都市博を中止する、それだけ。あと、大阪だってね、横山ノックだよ。うだからね、 あのこういったちょっと話取れるんだけどこういったその知名度勝負みたいな時ってこの例えば孫徳さんとかねあとはまあもちろん辛坊さんとかこの,こ,れをこの番組を見てるようなあるいは出てるようなね人たちみたいにリテラシーの高いいわゆる有,あの有権者ばかりじゃないからねだから制作なんてそもそも一つ一つ見て選んだりしないから結局知名度だとかあとそこで来るとあと知名度プラスだとまあプラスアルファで言うとまあワンイシュ 小池都知事になってワイン州さえなかったわけなんであって、うん、で今度の蓮舫だってこれから考えますでしょ。はい、ゼロイシューだよ、ね、ーでそれでも要するに知名度の勝負しようってしてるだけの話あと組織票の応援っていう形でそういう中で例えばあの橋本さん あの、はい、徹さんてやっぱ、はい、ちょっと上海電力絡みで中国絡みでちょっとわけのわかんないことを話されるようになるまで私あの人の言ってること9割方納得っていうか<ー>大賛成だった人だよね。で賢い人だからまず知名度はあるよねテレビ出てたから。はい、でそれで出るのに、まあ、いろいろあの人実際ねあの不知事になってからはいろいろ政策的なこともやったじゃないですか、えー、あのいろいろあの無駄な、ね、お金を、ね、使わないようにしたりだとかいろいろやった改革はやったんだけど。 そんなこと言ったって響かないからやったのは大阪府高想じゃないですか分か <laughs>、ね、りやすいのよ。うん、あでそれ一点突破で。で言、うん、うとね首相で言ってもほら選挙で勝ったんだったら小泉純一郎だってそうじゃない。うん、そうそうそう。ワン一,ね、一般有権者一般っていうかねその対外の有権者っていうのはねそんなね小難しいこと言ったってそこまで中身見ないから。まあだから現にその東京都知事は現職が負けたことがないからね今まで現職が出,出たら。 あの、一回もないので。はい。何かその、不祥事みたいなことでてて、まあ、辞めるって言ってら選挙に出なければ、まあ、次に変わるけども、現職が出たときに、現職が負けたことはないはずよ。調べて。多分、現職は一回も負けてないでしょ。東京都,都知事。まあ、基本、基本大体みんな、どこのところでも大体そう、5000、6戦すると多選批判になって、もうやだって言って変わるけれども、まあ、3千程度だったら、もう、それは知名度の圧倒的な形です、それだって政治家は、うめ、あの、 悪名は無名に勝るだからね。無名よりも、<ー>もう、とんでもない、もうアンチがいっぱいいたって、要は有名である方がいいわけでよ。300万票取るんだ、取らなきゃいけないんだからね、やっぱりその、全国の首長選挙で、はい、もう唯一違うのは東京都だけ国,国からの補助金っていうか、その、地方交付税交付金が入ってない独立自治体だから、うん、そういう意味では絶対的な権力を持っているし、予算執行権をそれ全部いっぱいかけてべて入れて13兆円ぐらいだから、うん、えー、それを、まあ、一応1点握ってるっていうね、はあ、無事に。 あの、できるぐらいの、その権力があるから、それはおいしいというかです、別に自分、ね、あの、私立職で自分にやれるって意味じゃないよ。まあ、好きなようにできるって話ですやろうと思えば。財政力指数がね、東京都だけが1超えてんだね。要するに、あの、自分の、その自治体の中の税収で予算を、ま叶えてるかどうかっていう比率なんで、<laughs> この、だから1を割ったら、その分だけ地方交付税もらわなきゃいけないっていう話になっちゃう。で,うすでも、だから、例えば神奈川県とかになってるけど、はい そもそも神奈川県には横浜市とね、川崎市とね、相模原市、原、うん、あれ政令指定措置だから、神奈川県の中の財政に入ってないから、財政力弱いんだよ。はい、実は<ー>だ。だから例えば見て、あの、もう最下位の方に行ってるほら、島根最下位でしょう、はい、あの、あと高知とか鳥取とか、そりゃそうだよね。だからそういうところ県として存続させる意味がないんだよ。合併させないですよ合併させないんだ。ああいとこから出てるからなんだっけあの、石場みたいなのがさ、<laughs> 結局、いかに地元に税金を引っ張ってくるかっていう政治家が重宝がられるわけであって、 この国腐って、自民党政治腐ってるよ、うん、っていうか、制度的にそうなっちゃってるんだけれども、これもう財政力支出は0.25とか、7割、島根県に住んでる人間の7割は、俺たち都会に住んでる人間に、まあ、いらっしゃってもらってんだよ税金は。<laughs> <laughs> ふざけには偉そうに、それなのに向こうの方が1票の格差が2倍あるんだよな。まあそうですね。地方の方が1票の格だからこそこうなってるんであって、1票は1票だろう。 一票の格差だ最高裁も間違ってる、<laughs> 1一票の格差2倍以内なら OK じゃん、2倍以内一1倍までだ,だろう、う本当はね、本当はね、それはそう思うよ、うね、もう本当,本当にね、国民、勤労者、納税者、怒った方がいいよ、こういうの見ても、一つ一つがね、怒りの対象だよ、んなんで東京都で納めた税金を島根や鳥取に納めなきゃあかんねん、高知に納めなきゃあかんねん。 <laughs> いやでもこういうね財政力指数とかそんなにこう日頃普通に生活しててじゃあこれを見るかって言ったら見ないですもんねあまりね。うんうん、気にししないでしょう,うーん、はあ ああ一辺の学差は特にそうだよね一辺の学差はだってもうどう考えても人口が多いところがこういう,うになっているわけでそこに票数が少ないわけだから。そうですね。東京愛知神奈川大阪千葉っていうその順位ですもんね。はい、で地方行くと高齢者が多いわけだからね。はい、だからただでさえその ね、投票に行きがちな高齢者が、うん、高齢者の1票の方がこれでいうと大雑把に言った高齢者の1票は若者の1票の二2倍の価値を持ってるわけだから、ね、いいね例のね地方の方が、ね、票の重さが大きい重いんだから、うんうん、前も言ったけどもまあい,いやちょっと,と都知事選から外れちゃいましたけどまあ今日はね都知事選というか首長とかその治療みたいな話をしようと思ってた、うんうですね、けで。 大丈夫、今日結構ピーとか。ちょ大丈夫。全然いいです。さっきも言ったの、今日どうしようかね、小川君。あ、しょせんユーチューブやで、俺が勝手にやってるユーチューブじゃなくて、何でもいいじゃんっていう話になって。別にね、なんか最近さ、数十万がみ見てるからさ。真面目や、もすげえよ。やんなきゃと思うんけど、好き勝っていいよ。原点にか、変える。まあ、お前も、元から好き勝って言ってんじゃん、ずっと言ってんじゃん。 <laughs> まあ、X は便所の落書き、YouTube は居酒屋談義だから。<laughs> 皆さんいかがでしたか蓮舫議員が掲げている、若者の手取り像が実現してほしいと思う方は高評価を。国は少子化対策を真剣に取り組んでほしいと思う方はチャンネル登録をお願いいたします。日本の政治家である蓮舫議員に対する多角的な視点と意見が浮き彫りにされました。蓮舫議員の台湾人としての背景や、 台湾バナナの輸入権利を持つ父親の存在に言及しつつ、彼女の政治家としての評価や行動について詳細に述べています。全体として、蓮舫議員に対する批判的な視点が強調されていますが、それに伴う具体的なエピソードや意見が多く含まれているため、彼女の多面的な人物像を提示しています。まず、蓮舫議員の父親が台湾人であり、彼女自身も台湾にルーツを持つことが言及されています。 これは彼女の政治家としてのアイデンティティや背景に影響を与える重要な要素であり、彼女の政治活動や発言に対する理解を深めるための重要な視点です。しかし、和社はこの点を単なる事実として述べるだけでなく、連邦議員が中国のスパイであるとの理念や、二重国籍問題を隠蔽しようとしたことに対する批判を強調しています。連邦議員に対する具体的な批判としては、 彼女が過去にイベントで他のモデルと一緒に写真を撮るのを避けたエピソードが挙げられています。これは彼女の自己中心的な態度や人間性に対する批判として述べられています。また、彼女が東京都知事選挙に出馬した際の公約の内容についても、具体的な政策提言よりも自分が最適であると主張した点が批判されています。このようなエピソードは、彼女の政治家としての信頼性や誠実さに対する疑念を抱かせるものであり、 批判的な立場を強調しています。さらに、連邦議員の二重国籍問題についても詳細に述べられています。彼女がこの問題を隠そうとしたことや、国籍離脱の日付を明確に示さないことに対する批判を展開しています。この問題は、彼女の政治家としての透明性や信頼性に直接関わるものであり、これを強く非難しています。また、二重国籍問題に関連して、 他の国会議員にも同様の問題があることを示唆し、野党全体に対する批判も言っています。全体を通じて、蓮舫議員に対する批判的な視点が貫かれていますが、それに伴う具体的なエピソードや意見が多く含まれているため、彼女の多面的な人物像を提示しています。蓮舫議員に対する強い不信感が現れていますが、それと同時に、彼女の背景や行動についての詳細な情報が提供されているため、 彼女についてより深く考えるきっかけを得ることができました。結論として、連邦議員に対する強い批判と不信感を示しつつ、彼女の政治家としての背景や行動についての詳細な情報を知ることができました。連邦議員の多面的な人物像を理解し、彼女に対する評価を再考する機会を得ることができました。